コンサ三上 GM のグレートビクトリー。北海道とともに世界へ、スポーツによる地域活性を目指す北海道コンサドーレ札幌。この番組では北海道コンサドーレ札幌の三上弘克 GM がラジオを通じてサポーターの皆さんや地域の皆さんの質問にお答えしていきます。今サポーターに伝えたいこと、話したいこと、呼びかけたいこと、三上 GM が本音で語り尽くすコンサ三上 GM のグレートビクトリー。今回はどんなお話が聞けるんでしょうか。幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りします。皆さんおはようございます。コンサ三上 GM のグレートビクトリー、今週もスタートしました。北海道コンサドーレ札幌、三上弘克 GM とお送りしていきます。三上さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いいたします。さて、この放送が流れている頃というのは九州連戦で、はいはい、福岡大分と、はい、続いてねフル稼働で、はいはい、三上さんも動いているということでね、今週のこの放送は事前収録で、はい、前回引き続き宮の沢のラジオブースの方から、はいはい、お送りしていきます。いいですね。でもこういうグランドがね、ね、いやそうなんですよ。中での窓越しには収録をできるっていう、本当にありがたいです。はい、今日もねこのスタジオからお送りしていきますが、まずはこの話題を取り上げたいなと思うんですが、はい、先月6月に発表になりました中島大佳選手が、はい、J1 名古屋グランパスへ期限付き移籍、はい、ということで、契約は2024年来年の1月31日まで期限付き移籍をこの度決断されたと。はい、そうですね、はい、まずクラブとしてはね、確かに今年まだまだ彼からすると出場時間がまだ短い、うん、状況だったと思うんですけど、一方で成長度っていうところで言うと、うん、昨年よりも非常にいい成長してるなって感じていました。はい、言葉を変えるとこのままコンサドーレでね、うん、しっかりとトレーニングを積むことによっても、はい、十分と今年目標とした彼の成長っていうものを望めるんじゃないかなっていうふうにクラブとしては判断していたんですよね。はい、ただ、昨年ぐらいからですね、いろんなチームから、はい、中島が出てないようだけどっていう問い合わせはいただいて、いたので、そこに関しては中島以外の選手も、ね、含めてうちはオープンに話をしてきているので、はい、中島とも都度、ね、話をしてきていました。はい、まあ、そんな時にね、実は今回その移籍先に決めた名古屋さんから、まあ、オファーっていう形で来まして、はい、まあ、正直僕としてもまずびっくりしました。順位的にもね、うちより上位のチームが、はい、中島にっていうことで、評価をしていただけること自体はすごく嬉しかったんですけども、うんうん、はい、一方でやはり僕らとしてはじゃあ彼が同じようにね、うん、試合にどのぐらい出れるのだろうかとかいうことをやっぱり考えましたし、はい、すぐにそのオファーがあった時には中島ともちょっと面談をさせてもらって、はい、どうしても外に出て行った方が今成長ができるって本人が思うんであれば、はい、一番はプライオリティいろいろあると、はい、優勝経験をするだとか、うん、出場時間を少しでも確保するだとか、うん、いろんなプライオリティがある中で一番は何なんだと聞いた時に、まず出場時間を少しでも増やしたいと、うん、はい、どこでも競争だけども、うん、ということだったので、うん、であればクラブとしては今先ほど言ったように十分ここでも成長してたので、はい、ここまでクラブから積極的に他クラブに中島どうでしょうかっていう案内をしたことはなかったんですけども、はい、このタイミングでしようかという話をさせてもらったんですよね。はい、まあ、そうしたところ本人の方から、うん、名古屋で頑張りたいと思うんです、うん、でも出場時間を優先するんであれば、うん、それは中島の可能性等々で言えば、はいはい、それは名古屋で出れないとは言わないよ、うん、だけども簡単ではないよねと、うんうんうん、であればカテゴリーを例えば一つ下げた中で、はい、ぜひって言ってくれるようなチームもあると思うから、そういうところを探して、いい半年を一緒に考えるっていうこともできるよっていう話もしたんですけど、彼の中では名古屋で勝負したいですと半年間と
いう話で、はい、そこからはねじゃあなぜ名古屋なのっていう話だとか、いろんなことを話をさせてもらって、まあ、彼なりにしっかりとした考えをね、うん、持っていたので、うん、まあ、これであれば簡単ではない出場時間かもしれないけども、うん、この半年っていうのは彼にとってプラスになるだろうと、うん、仮にその成長が見られなかったとして、うん、それでもお互い後悔しないなっていう話し合いをさせてもらったっていう感じなんですよね。なるほど、はい。まあ、一番は成長を当然望んでますよ。もちろんそうですね、うん、でもねやっぱサッカーも含めて移籍って簡単ではないので、全ての移籍が成功って言えるかっていうとやっぱりそうではない、はい、うん、そういうことも含めて話し合い、仮に失敗したとしても後悔しない、はい、なぜならこの時にこういう話もこの話もこの意思も確認したよねっていういろんな話をさせてもらったのでね、思い切って僕らとしてもじゃあ頑張ってこいということで送り出して、うん、はい、皆様方にご報告をさせていただいたという経緯でした。本人の強い思いを、うん、はい、受けての、うん、まあ、今回の、まあ、送り出す、そうですね、気持ちですね、はい、はい。契約は来年の1月31日までとなっております、はい、もうすでにね名古屋グランパスの一員になってますからね、はい、トレーニングにはねもう参加してますんで、から頑張ってこいよっていう思いで ね、 そうですね、はい、見ていただければなと思います。さてこの番組放送時は13日ということで2日後にリーグ戦が迫っております、はい、15日は J1 リーグ第21節アルビレックス新潟さんと札幌厚別公園競技場でのリーグ戦となります、はい、でまず厚別の競技場なんですけど、はい、改修工事に入ると、そうなんですよ、いうことで当面見られなくなってしまう、はいはい、この聖地厚別、うん、本当に貴重な一戦になりそうですね、はい、そうですね、はい、まあ、その中で新潟戦とこれもリーグ戦になります。三上さんの方から展望を伺っていきたいと思いますが、はい、まずはゲームとしてね、はい、多分お互いそのボールを大切にしながらね、うん、やっていくサッカーのスタイル同士かなって思っていますので、はい、しっかりとそこの準備をするということと、うん、やはり自分たち の、 その土俵でお互いやるっていう多分ゲームになると思ってますので、はい、自分たちの良いところをどれだけ出した方が勝ち点にやっぱりつながるかなっていうふうに想定してますので、はい、しっかりとした今までやってきたことを継続しつつ、うん、どれだけ僕たちはやっていけるのかっていうところをしっかりと見定めたい、はい、そして準備をしたい、うん、思うと同時に一方でやっぱその場所、うん、この聖地厚別っていうところで、はい、当分ねここでは今、うん、山形さんが言ったように改修で、はい、多分2年間ぐらいはね、うん、開催できないのかなっていうふうにこう思っています、はい、そのためにもね決してこれが最後のゲームではないですけども、うん、まずは当分の間ね、はい、使用できなくなる、そういった部分でいうとラストマッチになりますし、うん、聖地っていう言葉は、うん、僕らクラブの人間からとってもぴったりくる言葉なんですよ。誰が作ったのか、はい、誰が最初に言い出したのかを知りたいぐらい本当ですね、すごくマッチしてるものなんですね。でこれ言葉を変えると、はい、あそこでやると負けられないではなくて、うん、負けないっていう空気感を皆さん作ってくれて、うん、その空気、うん、熱量がピッチにいる選手に届く、うん、そういう場だと思っています、はい、そういった意味で言うとやはりその皆さんが表現する聖地厚別で、うん、しばらくの間お別れをするというゲームにもなりますので、はい、その感謝の気持ちもねこのゲームの結果をもって表せれるようにしていく、うん、それがすごく重要だし、うん、大切なことかなって思ってます。7月の15日土曜日です。13時キックオフ、会場はしばしのお別れとなる札幌厚別公園競技場、聖地の熱を焼き付けろとキャッチコピーをつけて力を入れておりますので、はい、会場でねこの聖地の意味を改めて確認するそんなゲームにしていってほしいなと願いながらね、応援をよろしくお願いします。頑張ります。頑張りましょう。さあそんな聖地厚別での新潟戦を終えた翌日です、7月の16日日曜日は今度は場所を宮の沢に移しまして、三上さん、サポーターズデーが今年もやってまいりました、はい、7月16日日曜日、宮の沢白い恋人サッカー場を会場にクラブとサポーターが
一緒になって楽しみましょうという、はい、1日かけてですねこのイベント、詳細が今この放送時点ではもうすでにクラブのサイトの方から発表になっておりますので、はい、中身を見てみましょうか、はい、まず、会場は白い恋人サッカー場で11時30分開門から16時の閉門まで、うん、みっちりたっぷりさまざまイベント、それからステージ、はい、はい、アトラクション等々行われます。あと飲食販売ブースも、はいはい、登場するということでですね、今回ステージ MC で登場することになりましたので、ありがとうございます、はい、サポーターの皆さんとともにステージから盛り上げていきたいと思いますけども、これ三上さんって当日どんなことをされるんですか？いつもですね、あの、はい、まあ、例年開会式のその最初の挨拶をさせてもらって、はいはいはい、表舞台は実は僕はこれでこの日は終了、開会宣言なんですよなるほど、はい、ただ裏に入って選手がそれぞれ長時間、はい、あのバラバラといろんなイベントに参加するんですよね。出てきますね、はいはい、その準備をちょうどしているので、はい、そのバックヤードで僕も覗きながら、うん、ああしっかり頼むぞっていうこととかお前自身楽しんでくもないとサポーター楽しめないぞっていうこととか、はいはいはい、もっとそういう味出した方がいいんじゃないっていうようなことをバックヤードでちょっと選手と話ししながら、はいはい、行ってらっしゃいって送り出しているっていう感じ でイベント中盤ぐらいですね、うん、僕もつらーっとこうグラウンドの中にちょっと入っていって、はいはいはい、あサポーターが楽しんでるかなとか選手しっかりとやってるかななんていうのをちょっと見ながら、なるほど、ブラブラっとこうしてると、するとあっという間になんか1日が終わってしまってるっていうような毎年なんですよね。例年そんな感じの三上さんのタイムスケジュールで、はい、まあ、今年もどうやらそうなりそうですね。そうですね、まあ、でも今年プラス山形さんがちゃんとやってるのかなっていうのもチェックしなきゃと思ってますんで、一つ仕事増えてるかなと思います。そうですね、はいはい、詳しくはクラブの公式サイトの方を確認いただきたいんですけども、今回なんか初めてやる取り組みがあるということで、うん、私服ランキングはいはいはい、を事前投票で、ちょうどこの放送した時にはもう投票が、まね、集計期間に入ってますよね、はい、このイベント当日にそのランキングを発表するっていう趣旨のやつで、はい、っていうやつですね。すごく面白いなーなんて思ってるんですけど、はいはいはい、ここ数日練習終わるとね、うちのスタッフがいきなり選手を捕まえて、はい、私服ちょっと全身取らさせてみたいな、はい、で選手は何ですよねっていうところから今回のイベントの趣旨をちょっと説明して、はいはいはい、いや事前にもうちょっと言っといてよっていう選手もいれば、おどうぞどうぞみたいな形で気軽に撮らさせてくれる選手もいれば、さまざまなこう選手の姿が見れて、まあ、僕らは僕らでそれが楽しみだなっていうことと、当日ねこのランキングがどんな風になるのかなっていうのもすごく楽しみにしていて、はい、僕の中では今年これ一押しの僕のお気に入りというか気になっているイベントの一つですね。なるほどね、はい、三上さんはそばでその様子を見て、そうなんですよそれがだからどういう風にサポーターに評価されるかですよね、うん、そう、同時にねやっぱりそのランキング上位の服装っていうのは、うん、まあその年齢に違いはあれどもですよはいはいはい、はい、こういうのが受けるんだなっていうのを知っとかなければいけないなっていうのもあるので、そういう意味でもちょっと楽しみにしてますね。つかみ GM が参考にするパターンもありますか、うん、僕自身が参考にするパターンとやっぱり選手教育っていう中で少しでも多くの人に愛される選手になってほしいのでね、はいはい、そうですね、うん、こういうの意識した方がいいんじゃない、うん、っていうのを言うためにもすごく気になるランキングですね。これは今後のだから選手個々の評価にもつながっていく、そうなんですよ、一つのきっかけになる、はい、選手たちにとってはぶっつけで、うん、もう素の状態で、そうですそうです、その私服が、うん、皆さんねもう多分ご覧になっていると思いますので、はい、その集計結果が、ステージで、はい、当日明かされるということですので、まあ、普段なかなかこうサポーター練習だったり試合ピッチに立ってる選手からは想像もつかないところが見えたり、うん、意外にあったりするんですよね。そうですよ、はい、これやっぱりコミュニケーション取ってみると意外な発見ってね結構ありますから、はい、ここ数年は特にいろんな制限があってね、はいはい、直接交流という機会も少なかったので、うん、久々にねこの白い恋人サッカー場でもうサポーターと選手が一緒になって1日かけて楽しむという、はいはい、イベントになります。サポーターズデー2023 in 宮沢白い恋人サッカー場、7月16日日曜日です。開門が11時30分からで、イベント自体は12時から16時まで、もう本当時間ねたっぷりと行われていきますので、はい、詳しくはクラブの
公式サイトの方からご確認をいただいて、当日ねお越しいただく皆さん、これ入場参加無料になっているので、はいはい、気軽に足を運んでいただいて、はい、選手たちの交流はもちろん、どこかに現れる三上 GM とも、そうですね、気軽にあの声かけていただければどこかをうろうろしていると、はいはい、僕もステージの方から、皆さんとお会いできるのを楽しみにお待ちしております。今週末は忙しくなりそうですね。はい、はい、すごく楽しみにしているこのイベントですので、はい、ぜひ皆さんでね、うん、盛り上がりたいと思ってます。まずはリーグ戦です、はい、7月の15日第21節アルビレックス新潟戦、聖地厚別での試合、そして翌日16日はサポーターズデーで皆さんのご来場をお待ちしています。番組はコンソドレ YouTube チャンネル、コンソドレ TV、 さらには各種ポッドキャストサービスでも配信中です。それでは今日はこの辺で、北海道コンサドーレ札幌の三上博勝と、進行は三角山放送局山形翼でお送りしました。今週もありがとうございました。ありがとうございました。白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。番組では三上 GM 宛ての質問を募集しています。メールアドレスはrequest@山.co.jp、 ツイッターはハッシュタグコンサ GV までどうぞ。詳しくは三角山放送局のホームページ、ツイッターでもご案内しています。コンサ三上 GM のグレートビクトリー、次回もどうぞお楽しみに。幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りしました。